姫路にエースハリマ・アルビオンありり始まりました姫路市を拠点に日本女子サッカーリーグ2部所属エース・播磨・アルビオンがお届けいたしますスポーツ番組のようでアスリート本音ぼやーき番組「姫路にエース・播磨・アルビオン・ありこの番組は大和工業播磨共和物産アース製薬三木工業サバめ バンシュ信用金庫 JA バンク兵庫スポンサー七社の協賛でお送りいたします。アルビオンニュー。 お待たせいたしました。新型コロナの影響で延期しておりましたリーグ戦が7月中旬より開幕しております。えー、感染拡大防止策として皆様方には色い々ろいろとご協力していただきますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。えー、放送されている今日はアウェイで AC 長野パルセイロレディーズと戦いました。ち、これまた未来を除けるね。うん、なんで ですね、あのですちょっとペーが変わりましたけれどもね <laughs>、えー、結果はまたエース <laughs> リマアルビオンのホームゲームをご覧くださいさあ G 今回は播磨、えー、<何>の天然スーパーギャルとして。 今季またまたね活躍してくれるであろうという選手をダブルキャストでえーチーム加わってワイワイ女子会の乙女会パート2をお届けしちゃいますどうぞ皆様最後までお楽しみください、えー、ではどちらからでも構いませんよ人員ご紹介をお願いしましょうかねそこでマイペースにいらっしゃいラブスみちこちゃんから動画行くか <laughs> はいそれでは元気はずらつギャル背番号二番のまたみちこです えー、岡山県出身、大型です。<laughs> 大型。大型、可愛い,い。はい、そして、またまたピチピチギャルの、背番号十番千葉園子です。えー、<laughs> 大阪府出身、大型です。二人とも、大型。大型,大型やで。うん、<え>大型。えー 大型にであのミッチ子悪いけど大型に見えんかった。B 型に見えるって言われる。<laughs> <laughs> ごめん、私と同じ G かなと思ってた。私 B やからうん、よく言われる。<laughs> <laughs> じゃあじゃあね G、はい、あのファンの皆さんとサポーターの皆さんをねちょっと代弁してお願いしますよ。はい、聞いちゃいます。はい、人気者のお二人にズバリ。 生理的に無理な人のタイプとかはありますか？<laughs> 言っちゃっていいの？言っちゃっていいよ。<laughs> 言っちゃっていい,っていい？マジで言っていい？いいうん大丈夫責任取ってあげる。いい一個目は不潔な人。<laughs> <laughs> えうんほんで二個目が、うん、え臭い人。<laughs> <laughs> あと三個目が、えー、慣れ慣れしい人。 おお、マジで正直に言っちゃった。<laughs> <laughs> でも、不潔な人と臭い人とはなんとなくあれけど、馴、ね、れ馴れしい人も。ごめん、誰かちょっと、一人顔浮かんでも大変。<laughs> <laughs> 誰,誰誰誰?。<laughs> 気になるな。ゆ、言え, <laughs> 言えへん。言えへん。言えへん。じゃ、みっちゃんはえっと、不潔な人と臭い人は同じ。<laughs> <laughs> じゃ、三つ目は?。けど、あの。

じゃあ竹内豊が近づいてきたえ、それはいいんよそれはいいんかなるほどなじゃあ地位はえ、けど確かに匂いは大切マジ大切うん柔軟剤とかの匂いも私あのテカテカした人嫌いそれあ、わかるギトギトしてる人そうそうギトギトしてる人うん。 でやたらとなんか体を誇張したなんかムチっとしたやつあれ<ー>っ <laughs> さや的に無理なのやん喋りながらこの胸筋キッと動かすなんか <laughs> 意識で動いてるのかなと思うぐらいもうどうもわかんねんその人 <laughs> 匂いとかよりもう筋肉いや、<laughs> えー、<laughs> あ筋肉だけよ脂肪 <laughs> はいそして次ははいなんとなく自分の顔に似ているなと思うタレントさんとかはいますか その子は一人しかおらんちゃうねんちゃうねん誰誰誰ちゃうねん自分はあんま思わんけどな誰誰、うん、みんなにめっちゃ言われるのかな <laughs> うん、うん

似とる似とる言われたら分かる今、今とかめっちゃ分かるえ、僕のへん自分ええやんみんな人間で私ウーパールーパーやでおえ分かるえ、ウーやほんていやでも似てると私も思うもウーパールーパーみたいな時にあ、これ私の子ってだってあなだけの鼻味さ頬まで下げた口やん糸のような目やんいやウーパールーパーやじゃ続いて続いてはい。 では今までに出会った人たちの中で印象的な人は誰おはい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 。おおお岸田直美っていう人。<laughs> はいはいはい。印象。えちょっと待って。えマジやで。えいやこれあれ絶対ね受けようもって言ってるじ。ち <laughs> <laughs> <laughs>、ね、ゃち <laughs> <laughs> ゃちゃちゃほんまにめ今日めっちゃ考えて考えて今考えてないけどもう思いつかへんわ他に。 えー、いいちょっと待ってなんで,なんでどういうところ私いい印象いちょちょめちちちゃゃくょっとい一 <laughs> 回見たらもう忘れへんしえそんなことないだってこの前もお店行ったら2度見どころか7度見ぐらいされてたやんえみっちゃんみっちゃんはそんな私じゃないやんのううん、うん、印象的ってえー、そうでもそんな見た目のことじゃなくて、うん、ほんまに選手のこと思ってくれるってところもあるおっ そこだけをちょっと最初に言って欲しかったわ <laughs> 何度見ますそれ,それはね確かに今日のこの格好もね女子大生からで、ね、めちゃくちゃ何回も見られた <laughs> 何回も見られたそれ,、ね、それは見られてオレンジのなんか毛糸がいっぱいあるみたいな感じやもん <laughs> そ,それはもう言われたもん <laughs> 今日は何のイベントですか <って S 2> 何が起きてるんかな <laughs> お前 <laughs> 網にかかった魚おらんかな、<laughs> 魚おらんかなって見れる見れそうなねえね朝起きたら目につくものを着るから、<laughs> それは目につく。<laughs> 誰もが目につく。<laughs> あれ使う人が怖い。<laughs> <laughs> いやいやいや、なでもちゃんと営業行くときは真面目な格好してるから大丈夫。うん、大丈夫だから。 なんかちょっとショックですね。あともっとう違う人が出てきたら、ちょっと話漏れがあるかどうか、<laughs> なんかまさか自分と本当に思わ。ない私普通の人間やもん。いや、まあ人間やろうけど。<laughs> <laughs> まあウーパールーパー似てるけど。<laughs> 人間やろうけどな。<laughs> えー、ちょっとちょっとショックやな。私影、この影でこう行きたいしたいのに。いい、いい感じよ。プラスに、ね。まあプラスに取るように、うんうん、じゃあいいようにしますよね。はい、さあえっ、ー、と、それではね、えっ、ー、と、ここで、えー。沼田選手。 おすすめの一曲をお願いいたしますはいえー、っとおすすめ今最近ハマってるやつで、うん、ルードのいつ s Only Love って曲ですさあ突然ですが10個好きなものを挙げてみてくださいではさおちゃんからうについてよーいだーんえー10個やんなぶどうオムライス焼肉サッカー、うん <laughs> 買い物、お出かけ、笑顔、海、ドライブ、みっちゃん。はい、じゃあ続いてみちこいくよ位続ついてよーい、ドン えーと、その子の作るオムライスその子の作る唐揚げ、うん、その子の作るユッケジャン音楽買い物サッカー犬猫夜景馬あ間違えたふざけてるか可愛いから許す。 でもさちょっとショックなのが好きなものって一番にサッカーが来ないんだね。でもササッッカカーー入入入れれれたたたうねいいかさあねあのねこれね知ってる好きなものをねとりあえず10個頭の中で浮かべるということがポジティブシンキングになってリラックス効果があるの。 うん、だからこう緊張した時とかに心を落ち着けながら好きなもの美味しいものとかって考えるといいんですよじゃあちなみにじゃあみんな行くよ1ーの好きなもの10個行くよ1位ついてよーいスタートビビンバイ星家族お、うん、お金ドライブ、うん、お買い物 映画を見ること、うん、止まった ま,った <laughs> まあねそういうような形でねどうぞ皆さんこのねポジティブシンキングの,のネオンの作り方ということで一度ちょっとやってみてください。ねえチーやっぱりさ、はい、そうちゃんとさみちこの笑顔ほんとにね素晴らしい笑顔だよねかわいいよねうどうぞね皆さんウインク陸上競技場に足を運んでいただきまして彼女たちの笑顔を見に来てください。ままあ笑顔はねねよく言言わわれれす思いやりの世界共通語と、ねえー、言われるだけあって得点を決めた のの笑笑顔顔は本当にねさ特にね特最高の笑顔ですよどうぞ皆様、えー、コロナの、ね、感染を防ぐためにハイタッチや、えー、応援道具などは、ねえー、と禁止行為となりましたけれども笑顔は大丈夫ですたくさんの笑顔の花を、ね、皆さんね、あのー、受け取っていただけたらなと思いますのでぜひぜひ、えー、ウィンク陸上競技場。 にお越しいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします,しますさあそれではラブリーミッチョンは,い,はい。じゃメッセージをお願いいたします <laughs>、はいえー、いつもエースハリマールビンを応援してくださってありがとうございます今回コロナの影響で今まで経験したことのない環境にはなっていますが、えー、私たちは試合開幕してから えー、応援してくださっているファンの方々やスポンサーの方々に恩返しできるように精一杯頑張っていきたいと思うので、えー、これからも応援よろしくお願いしますはい道子選手どうもありがとうございましたさあ恋する乙女、えー、そのことを道子でお届けいたしました <laughs> 姫路にエースハリマアルビオンありこの番組は大和工業ハリマ共和物産アース製薬 三木工業沢メッキ万州信用金庫 JA バンク兵庫以上スポンサー7社の協賛でお送りいたしました。